名画家として、1年間やってました。ここ一人で切り盛りしていた、金城正則館長が、67歳で亡くなりまして、癌だったということで、はい、そのギリギリまでやってました。ここの痛み、みんなに分けてあげたい。ヘルニアのなんちゃらかんちゃらとか、1日多い時で14個、本当に悪中だよ。頑張ろう、鶴劇場永遠に不滅だ。そのぐらい好き。男より好き。